空をリポート、空リポ、気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。田中さん、今日も新潟市はたっぷり日差しが届きまして、はい、ちょっと薄手のジャケットでももう汗ばむような陽気でしたね、うん、はい、そうですね、はい、今日の最高気温はですね、新潟市秋葉区で23度を超えまして、はい、5月下旬並みとなりました。その他も20度以上のところがほとんどで、日中は上着いらずの陽気となりました。さあ、そしてこの暖かさで各地の満開エリアが広がったようです、はい、お花見スポットの開花状況を見てみましょう。ほとんど満開ですね。そうですね、今日はですね、糸魚川市の美山公園や大河津分水の桜並木、また五泉市の村松公園などで今日満開となりました、はい、また佐渡市の真野公園でも七分咲きと満開間近です、うん、この週末は各地絶好のお花見日和になりそうですね、はい、そうですね、はい、ただですね、春の花は桜だけではありません。黄色いあの花も満開を迎えています、はい、新潟市北区の福島潟に来ています。岡さん、私はどこにいるか分かりますでしょうか、はい、どこにいるか、ここですよ。菜の花の、あ、田中さん、一応黄色い服を着て隠れていたんですね。はい、そうなんです福島潟では菜の花がまさに今見ごろのピークを迎えています、一面に広がる菜の花はまるで黄色い絨毯のようです。今日はお天気に恵まれて、この鮮やかなビタミンカラーが青空にとっても映えていました。広大な敷地におよそ100万本の菜の花が植えられていて、先週末満開となりました。先月下旬からの暖かさで一気に開花が進み、例年よりも1週間ほど早く満開を迎えたそうです。福島潟の菜の花は今月下旬にかけて見ごろが続きます。はい、まあ、福島潟菜の花ね、非常に有名ですけれども、100万本ですか、はい、壮観ですね。本当にそうですよね、はい、もう県内各地で花盛りとなっています。さあ、ではですね、気になる土日の天気見ていきましょう。はい、週末も高気圧に覆われて各地でよく晴れる見込みです、はい、で注目は最高気温でして、ところどころで20度を超える見込みです。阿賀町は明日23度予想と、夏日一歩手前まで気温が上がりそうです、はい、まあ、今日と同じくらいの陽気ということですよね。はい、そうですね、あの、日中のお花見であれば薄着でも楽しめそうですね、うん、はい、そうですね、まあ、ただ朝晩はやっぱり冷えますので、夜桜を楽しむ方は厚手の上着をご準備ください。そしてまだまだ花粉にも注意が必要です。土日の花粉飛散予想を見てみますと、上中下越を中心に花粉の飛ぶ量が多くなりそうです、まあ、例年ですとこの時期花粉のピークは過ぎる頃なんですけれども、花粉症の方はしっかりと対策をしてこの週末もお過ごしください。